本さんはね、はいはい、すごいこうおとなしい感じされますけど、はい、ケンタロウ君はこんな感じで、はい、キャラがまあ分かってるんですけど、はい、普段はどんな感じのテンションなんですか。僕このまんまですよ。あ、そうなんですか。割と多分物静かな方だと思います。その階段用にそのトーンを落としてるわけじゃなくて。いや、そんなことないと思います。でも多分、うん、階段の話終わったら、はい、ウィーとか言い出したら。いや、全然そういうんではないんですよ、はい、松本さんその、はい、実体験の話がね、はい、多いって聞きましたけど、はい、そんなに怖いことって起こるんですか。そうですね、もともとどっちかというと幽霊とかお化け否定派だったんですけど。あ、そうなんですね。18歳の時にそのとある体験をしてから、はあ、まあ、そのことがきっかけで多分幽霊とか結構感じたり実際見たり。あ、その体験がなんかその霊感を引き起こしたみたいな感じですか。でもなんか波があって、はい、僕今30代半ばなんですけど、はい、30代に入ってから全くってかほぼほぼまた見なくなっちゃって、あですけど、うん、30代の境になんかピタッとそういう体験が減ったんですよ。へえ、それはなんか逆に見えなくなる経験みたいなのがあったとか、そんなじゃなくて、いきなり見えなくなった。そうですね。なんだろうそれは。逆にもう見たいぐらいなんですけど。今はネタが欲しいからね。なんかそういう年齢的にもあるかもしれないですね。もしかしたら子供の時見えるとか。ああ、なんかよく聞く話だよね。そのでもちっちゃい子はみんな見えてるって話もなんかよく聞いたことある。あと猫は見えてるとかね。ああですね。なんか前テルシが猫は霊獣だからって言ってて。そうそう。テルシ君ちなんかも猫だらけやから。テルシ君ちもねよく最近怒ってますよ。あ、そうなの。猫がいると霊障が起こらないって聞いたけど、起こってるんだ。それこそ僕とテルシ君ってずっと配信やってるんですけど、うんうん、配信画面がいきなりなんか50くらいになってて、ね、50? ズババババババって。そうなの。うわやばいやばいとかって言って、うわもうほんまにこんなん起こってしまったやないかっていうのが撮れたんですけど、しめしめとしめしめと思ったら次の日に LINE が来て、テルシ君から、え、うん、やばいの映った。え、いや、やばいの映ってますよね、うん、いや、それじゃなくて、これって言ってポンって送られたんですけど、うん、バーっとこう、何重にもなった後に、うん、テルシ君の肩から人玉が青い、ふわって浮かんで、ポイーンってこう、うん、飛んでちゃった。魂が、なんか、テルシ君死んじゃったみたいな感じ。で、それもらったんで、うん、既読無視1日しました、ね、なんか、ね、返信できへんこれ。配信終わったらなんか起こったりしてますよ、テルシ君ち。階段とか降りてくる音するとか。やっぱ関わってくるとそういうのあるんだな。うわ俺やばい、階段し2回も呼んじゃって見えちゃうかも。今日とかありえるかもしれない。こっちの道通り久しぶりやな。ホテルクイーンだったわこれ。お幽霊出るって噂あります。え、そうなの。あ、もう潰れてますからね。へえ、はい、営業してた時に幽霊が出る噂があるんですか。そうそうです。こう2階がお部屋あるじゃないですか、うんうん、2階で寝てると、まあ、正直休憩と宿泊があるじゃないですか、うん、ああいうホテルで、うんうん、休憩で入ってる分には全然大丈夫なんですけど、宿泊してると、うん、あの1階から2階に続く階段を、うん、ドド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 ドって上がったり降りたりとかっていう音がものすごく聞こえる。そういうプレイをしているわけじゃなくて。じゃないと思いますよ。あ、今のぐらいの話の尺ちょうどいいな。そこまで怖くないから。まあでもなんかその辺の線引きも難しいですよね。難しいね。そうですね。うん、どこまでこう不謹慎が許されるかというか。まあね。でもうどん取れてなかったからさ、後で取ってくれてだいぶ不謹慎な気がするけど。うどん YouTuber としては。他の YouTuber が見たら怒るんじゃないか。まあまあ、撮ろうという気概はあったっていうけど。そうだね、うん、あそこにもうどん屋さんがなんかありますね。あれなんだろう、コンビニ感覚でありますか。うん、だからこうやっぱね、ツアーするといろんなうどん屋さん出てくるわけよ。ここもあんだっていうのは。そう、おはらうどんだ。おはらうどんどこ。あ、うわこれ気になるな。うわこれ気になる。ちょっと行ってみたいな。これ今のちょっと外観いいですよ、うん、急遽。そう、すごい気になる。皆さん一言目も、うどんはかけぶっかけと好きな方を選ぶことができると。
すだちを絞って食べるシンプルな食べ方が大将のおすすめだ。お丼に小うどんがついた定食もスタートって書いてます。外観に惹かれ急遽やってきましたおはらうどん。今回はあえて BGM なしで初入店のドキドキを一緒にお楽しみください。すごいな。本日は店長さんおすすめの釜玉うどんを注文。熱々の麺の上に卵が乗っている様を見ると、なぜこうもかき混ぜたくなるのでしょうか。麺も程よい弾力がありいい感じです。いただきます。これね、醤油をかけて食べましょうね。ちょいちょい。こんな感じ、じゃあちょっとね、混ぜていきましょう。はい、普通に麺が美味しい。あ、そうそう、確かに、うん、美味しい。いいな。めっちゃちょうどいい感じの釜玉って感じ、うん、これぞ釜玉です。うん、早っ。毎回早いって怒られる。すんげー早い。大丈夫ですか。いいですね、でもこれ、うん、このなんていうか細麺なのがいいね、でも、うん、細麺だけどねじれがあって程よいコシを感じます。うん、あったかいけどね、あったかい、ぶつぶつじゃなくてちゃんとコシがあるうどんです。おいしい。たまに目力だけちょっと映しといて、うん、食べました。早いですね。山口さんちゃんとシャンプーいけますよ。いける。うん、もしかしたらこの速さだったらいけるんだろう。食い逃げチャレンジがあるらしいんで。だって今ちょっと3分4分くらいですから、ね、始まって本当だ、取り出して4分経ってないから以内に食って記録塗り替えるんじゃないですか。記録塗り替えちゃう。速さを競う動画じゃないから。四国来たら皆さん気をつけてください。ダイソンみたいな勢いで食ってる。ごちそうさまでした。いや、おはらうどん美味しかったですね。美味しかったですね。また掘り出し物が掘り出し物が。おはらうどんでもなんであんな外見なんだろうね。お相撲さんがめちゃめちゃたくさんあったけどさ、あのお相撲さんとの関連は何なんでしょうね。ねえ、いっぱい写真もあったしサインもあったしね。手形がめっちゃあったじゃん。ありました、ありました。そう、でうどんも気になるけど、あの店長さん気になる。すごい口ひげの、そう、寡黙な、なんか寡黙な方でね、ないけど全部の写真に可愛い感じです。可愛い感じです。そう、気になるな。かなりの積んでるとお見受けしました。でも今後階段階をこうどうしていきたいとかあったりします。やっぱり今ね、コロナの状況でなかなかできないんですけど、やっぱり定期的にライブの方はまあね、したい。なるほど。まあ、インスタライブも人前で語るっていうことでも変わりないんですけど、やっぱり、ね、最高の人対人という形で語れるのが増えたらいいなと思って。やっぱ階段もライブが一番多分ね。そうだね、やっぱり、うん、やっぱり知ってほしいっていう気持ちが強い。みんな多分それはあると思う。面白いですよ。なるほど。
ゃいいこと言うやんみんなが想像して楽しむ。これどうなんだろう